どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。1年を通じてね、思うことが、まあ、ちまちま稼いでるものも積み重なると結構なるなってことです。例えばね、私P1 カードっていうのを使ってるんですよ。クレジットカード。この P1 カードの優れた点っていうのは、決済金額の 1% が毎月毎月自動的にキャッシュバックされるんですよね。自動的にです。このカードを2枚使ってるんですよ。だからそれぞれの決済で 1% バック受けれてるんですよね。まあ合計 2% バック、例えば年間で100万円使ってるとしたら1万円バックされるんですよ。それが2枚ありますから、200万使って 2% バック、つまり2万円が返ってきてるってことになりますよね。あとはポイントサイトですよね。モッピーのポイントサイトでは毎月毎月、まあ3万円からね、多い時で5万円っていうのがコンスタントにちま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 積み重なってますしね。まあこの度ダイレックスカードっていうのがあるんですけどね、ダイレックスカードを作って、こちらの方も買い物のたびに 2%、 そして場合によって 3% から 4% バックされるんですよ。まあ、こうなるとでかいですよね。で、あとね、最近ね、これは当てが外れたんですけども、TikTok で動画を毎日見るとなんかポイントバックみたいなのがあるんですけども、だいたい1ヶ月でね、これまあ何パーセントバックではないんですけども、まあ無条件で2600円もらえたということです。これはね、ちょっとちっちゃかったんですけども、さまざまこういうふうなちまちま案件集めるとね、なんとですね、だいたい年間の使用金額の 12-3% がバックされてるんですよ。これちょっとでかいなと思うんですよね。だって1年間で1000万使ったとしてね、まあ分かりやすく1000万って言いますけども、1000万使ったとして120万円くらいがバックされてるわけですよ。で、ちまちまの効果がこれですよ。いや、やっぱりね、すごいなと思いました。ちまちま侮るべくあらずですね。本当に小さなことでも習慣化して、そしてこのちまちまがね、まあ、ほぼ自動的になされてるわけですから、まあ私もね、なんか所得が1割上がったような感じっていうと、まあ、今消費税 10% ですから、10% かなんか控除されてるような感じがしますね。うん。で、こういうのを、まあ、全部一度にやるのは大変なんで、一個ずつですね。TikTok なんてまだ始めて2ヶ月ぐらいですし、ダイレックスカードはね、つい昨日、おととい届いたばっかりなんで、これから効果は知るとこですから。だから2024年はですね、さらにね、このちまちまの効果がドカンドカンと来るのかなと思います。しかもこれ基本的には、利用規約変わらない限り、今後も一生続くわけですからね。だからちまちま侮るべからずですよ、本当。うん。今までずっとね、細かい案件ちょこ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 紹介してくれま、いきましたけども、全部使うとこうなるぞってことですよね。だから所得の1割ぐらいは、まあまあ返ってくるみたいな感じになります。もうこうなるとね、ちまちまどころじゃなくて、ドカンドカンと返ってくるみたいなね。まあそんな表現に変えてもいいのかなと思います。今後もちまちま情報をね、どんどんお届けしますので、まあ利用できるやつ利用していただいて、少しでもお得にこの、今日を時代を乗り切っていきましょう。それでは。